あーい。野球ファンのあなたならこの言葉を聞いてある審判が思い浮かぶのではないでしょうか。独特なストライクコールやフォースで世間を沸かせる審判。野球の試合には欠かせない存在ですが、普通の審判ならプロ野球選手より目立つことはありません。しかしその腕を振りかざすだけで選手だけでなく監督までをも強制退場できたり、ストライクゾーンを自由自在に変形することができたり、ゲームにおいて圧倒的権力と力を兼ね備えている審判たち。今回はそんな審判たちが起こしてきた数々の奇行や愚行を紹介していきます。名だたる名選手たちとある意味戦ってきた白井一行という人物、もう知らない人の方が少ないのではないでしょうか。最近で言うと佐々木朗希選手に詰め寄り、一回り年が下の松川虎生選手になだめられた問題で一躍有名になった白井審判。野球ファンでなくとも名前を聞いたことがあるほどの審判はこの方以外にいるのでしょうか。あれが炎上商法なのであれば相当の切れ者でしょう。しかしそんな白井審判の切れ芸は今に始まったことではなく、二軍時代から着々と実力を伸ばしてきたものだったのです。ボールやないか。そう詰め寄ったのは平田監督でした。当時二軍の阪神対中日の試合で球審を務めていた白井審判、ランナー1・3塁の大チャンスで打席に立った坂選手に対し、河合投手は外角低めに大きく外れるボール球を放ちます。悠々見逃した坂選手でしたが、試合会場にはなぜか白井審判のストライクコールが響きます。ストライクコールはありがたいはずの捕手もまさかのストライクコールに一瞬思考が止まるほどの明らかなボール球。これを見た平田監督はすぐさまベンチから白井審判の元へ一直線。まずはジャブで、どこがストライクやこれが、と一発かまします。この誤審の前も誤審をし、観客からの批判を浴びたのか、意地になって取っちゃダメだよ、意地になって取っちゃ、とさらに畳みかけます。それに対し少しひるんだのか、若かりし白井審判は何を言ってるんですか、と軽い反論。それを聞いた広田監督は、何を言ってるんですかじゃないよ、ボールやないかあんなん、と右ストレート。これは少し投手もかわいそうな気がしますが、白井審判はダメージを食らい防御体制に入ったのか、ふてくされます。それを見た平田監督はもう止まりません。なんやそのふてくされた態度は、テレビを見てみテレビを、と華麗なコンビネーションを決めます。続いて平田監督の背中を押すかのような観客からの盛大な拍手が起こり、白井審判は完全にダウン。いつものように高圧的な態度は取らず立ち尽くしてしまいます。ここで意地になってストライクを取ったらダメだという平田監督の言葉が響いていればよかったのですが、ふてくされている白井審判の心には全く届いておらず、悲しくも白井誤審判の伝説の始まりとなってしまうのです。ここで白井誤審判の武勇伝を紹介する前に、白井審判の陰に隠れひっそりと殿堂入りを狙っている審判を紹介します。島田哲也という審判をご存知でしょうか。最近西武のおかわりくんこと中村拓也選手に対し、腹立つストライクという腹いせ報復ストライクを食らわせた人物です。この島田審判は白井審判に知名度は劣るものの、その武勇伝は凄まじく、白井審判と引けを取らないほどの実力の持ち主です。島田審判は元阪神の投手だったそうで、元プロ野球選手なのであれば必死にプレーする選手の気持ちもわかるはずと思いきや、島田審判はストライクゾーンに住む魔物。その日の気分によってストライクゾーンをいともたやすく変えてしまう人物なのです。記憶に新しいおかわりくんへの報復ストライクは、まず際どいコースの球をストライク判定した際、おかわりくんが不服そうな顔をしながらストライクと不満を島田審判に伝えます。それに対しおかわりくんに詰め寄り、高圧的な態度を取る島田審判。島田審判の注意を受け一度は引いたおかわりくん、次のボールも低めのボール球を腹立つストライク判定。これにはさすがのおかわりくんも不満が爆発。島田審判を睨みつけ、静かなる怒りとともにその場を去ります。この様子を見た解説の赤堀元幸氏も、正直言うと今のは低いですね、何かある感じですね、と一言。この島田審判のストライクの取り方からも完全に報復ストライクなのが見て取れますね。島田審判は最近このおかわりくんの話で有名になりましたが、実は過去にも数々の問題判定を下している問題児です。例えば2021年9月13日のヤクルト対中日の9回表、
ヤクルトが1点差を追いかけるワンアウト1、2塁でバッターは川端選手。この時2塁塁審だったのが不運にも島田審判。中日のマルティネス選手は川端選手をセカンドゴロに打ち取り、その球を処理したセカンドの堂上選手は一塁走者の西浦選手にそのままタッチしようとしましたが、逃げられたため一塁に送球。打者の川端選手は一塁セーフになり、西浦選手を挟むランダウンプレーが始まりました。その際、もともと二塁にいた古賀選手は三塁に進んでおり、そこから動けない状況。一、二塁間で粘る西浦選手。しかし、中日のショートの京田選手が一塁にすでに川端選手がいるということは、ランダウンプレーする必要はなく、セカンドベースを踏めばアウトにできることに気づき、セカンドベースを踏みに行きます。ここで最悪の判定をしたのが、問題児島田審判。京田選手がセカンドベースを踏んでいることをしっかり見ているにもかかわらず、アウトコールはせずプレーを静観。一瞬観客になります。アウトコールがされないので、プレーを続けるしかなく、京田選手は西浦選手を挟み続けます。しかし、ここで隙を見て三塁にいた古賀選手が、1点をもぎ取りにホームに突進。それに気づいたファーストの福田選手が、ホームへ送球。古賀選手はタッチアウトになってしまいます。そこで西浦選手はセカンドに進んでおり、そのまま試合が続行されると思いました。しかし、中日側がリクエスト要求し、京田選手がセカンドベースを踏んでいるということで、挟まれていた西浦選手もアウトになり、ゲームセットになってしまいます。さすがに黙っているわけにはいかないヤクルト高津監督は、すぐさまベンチを出て猛抗議。島田審判が、京田選手がセカンドベースを踏んだタイミングでアウトコールをしておけば、三塁にいた古賀選手もホームに突っ込むことはなく、一三塁のチャンスで試合は続行されていたはず。高津監督の猛抗議は10分以上続き、中日側はその間に観客に挨拶して帰る支度をする始末。高津監督の猛抗議も力及ばず、判定は覆りません。球審は試合終了となったことだけ説明し、高津監督が必死に抗議していた島田審判のミスにも触れず、謝罪もなくファンからすると何があったのか分からず試合終了という後味が悪すぎる試合となりました。ここで島田塁審も謝罪の一つや二つすればいいものの、そのまま何も言わず帰ってしまいました。ここまでひどいミスをして謝罪もないとは人としてもどうかと思うところがありますね。この島田審判は他にも数々の誤審を繰り返しており、野球ファンの間では白井と島田のツートップ誤審判と言われるほどのレジェンド審判です。リアルジャイアンこと山崎武選手は中日ドラゴンズ、楽天イーグルスで通算27年間にわたり活躍し、通算403本塁打、史上3人目のセパ両リーグでの本塁打王の達成者でもあるレジェンドです。2014年に現役は引退していますが、このレジェンド選手ともレジェンド誤審判白井球審は激戦を繰り広げていました。ソフトバンクホークス対楽天の試合で、当時4番打者を任されていた山崎選手はボール球をストライク判定され、白井審判に抗議します。この頃すでに大ベテランの山崎選手は自分のストライクゾーンに大きな自信があり、白井審判のビッグストライクゾーンに納得できません。しかし、ここで抗議をしすぎると退場になってしまい、楽天はチームの要でもある山崎選手を試合前半で失うことになります。そこで直々に山崎選手を止めに来たのは、熱血監督として史上最多の退場数12回を誇るブラウン監督。広島の監督時代、ファーストベースを投げ飛ばし退場になった超有名な監督です。また別の試合でもベースを引っこ抜いて投げ飛ばそうとしましたが、ベースがしっかり固定されており抜けなかったという可愛い伝説も保持しています。普段温厚な山崎選手が激怒しているのを普段切れやすい監督が止めるという面白い状況。一度はなだめられ試合が続行されますが、その後白井審判が確実に報復ストライクと言えるほどのボールを気持ちよくストライクコールし、山崎選手を三振にしてみせます。さすがの綺麗なジャイアンもブチギレ猛抗議。詰め寄る山崎選手に対し睨みつける白井審判。ここで山崎選手が、感情でストライクにするのは10年早いわと一喝。ここでも退場をブラウン監督は山崎選手を必死になだめ、今にも暴れ回りそうな山崎選手を羽交い締めにします。しかし抱き止められながらも抗議を続ける山崎選手。怒り狂った山崎選手の勢いは止まらず、感情でアンパイアやるならアンパイアなんかやれんぞと続け、最後には俺も二軍に行くからお前も二軍に行けと白井審判に怒鳴りつけます。
ここでついに白井審判が退場の際にマイクを持ちドヤ顔で退場を告げると、山崎選手を止めていたブラウン監督が羽交い締めを解き、行けお前とジャイアンの背中をドーンと押します。山崎選手は一気に白井審判に突進。山崎武が野球人生で一番速く走った瞬間でした。今にも白井審判に飛びかかろうとする山崎選手に対し、ドヤ顔で睨みつける白井審判。山崎選手をコーチ陣が必死にベンチに戻しますが、山崎選手は退場するまでベンチからずっと白井審判を睨み続けていました。感情でストライクを取るなと2軍時代に平田監督に言われたにもかかわらず、全く反省せず横暴を繰り返している白井審判。レジェンド山崎武史に対してもひるまずドヤ顔で睨みつける度胸だけはプロ級ですね。そんな白井審判はあるテレビ番組で自分の判定の下し方について説明しています。白井審判は捕手が捕球してからストライクコールをするまで少しの間を作っているといい、なんとこの1秒にも満たない時間の間にボールが通った軌道を頭の中でリプレイ再生し、自分の判断が正しいことを再確認し判定を下していると豪語しているのです。この話を聞くと、なぜあんなにも誤審をするんだと疑問を持ちましたが、ストライクゾーンをそもそも変形させているので、全くもって白井審判の頭の中のリプレイ検証は意味をなしていないんだと納得しますね。2019年4月21日の中日対ヤクルトの試合で、史上最悪の判定と言われる大問題が起こります。5回表、ヤクルトの攻撃でワンアウト二塁。ヤクルトの上田選手がセカンドフライを打ち上げます。セカンドの堂上選手がこれを捕球し、二塁走者の雄平選手が飛び出していたのを確認しセカンドに送球します。タイミング的には完全にアウト。しかしこの際、二塁塁審の今岡審判はなんとよそ見をしていました。よそ見をしているのでアウトかセーフかもわからない今岡審判は一瞬固まりますが、何を思ったかセーフ判定を下します。いやいや、それはないだろとセカンドで補給した京田選手がアピール。中日の与田監督も激怒。もちろんリクエストによりアウトとなりましたが、中日の与田監督の怒りは収まらず、試合の後 NPB にプレーを見ていない審判がなぜ判定を下すのか聞きたいと意見文を提出。ここでミスを認め謝罪をすれば丸く収まっていたのですが、ニュータイプ今岡審判は見ていましたと謝罪もせずミスを否定。リクエストも導入されている時代ですし、動画を見れば明らかに見ていないのがわかります。もし本当に第三の目がついていたとしても、 NPB の最高峰である一塁審判が完全にアウトなタイミングのプレーを誤審するのもそれはそれで大問題。この今岡審判の嘘に政権は黙っていません。この問題はネットですぐさま拡散され大炎上。 NPB に批判が殺到し、すぐさま NPB は中日に打球判定の確認で一塁塁審を見ていたため確認が遅れたと前言撤回。しかし与田監督は見ていたという嘘の発言を撤回してないことに納得できません。しかしその後 NPB からの謝罪もなく、この問題は終わってしまいます。今岡審判はこの問題の後2軍に落とされ、2020年に契約更新されていないため実質クビとなっています。ご紹介したように審判員の中には自分の非を認めなかったり、自分の感情に任せて判定を下す理不尽審判員たちが存在しています。球界のご意見番こと野村克也氏は、監督時代お前らの誤審で俺の首が飛ぶんだぞと言っており、審判の権力の強さが見て取れます。最近はアメリカの独立リーグでストライク判定へのリクエストも導入されているらしいので、早く日本にもそういった制度が追加されるのを願うのみですね。高校野球では審判員が誤審を認め謝罪したという事例もありますので、一軍の審判員たちにもストライクゾーンの変形の仕方や退場宣言をする際のドヤ顔の作り方より、変なプライドを捨て誤審した時はミスを認めて謝るということを教育する必要がありますね。あなたはこの伝説の球審たちに何か思い出はありますか？よければコメント欄で私に教えてください。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございました。お足元にお気をつけてお帰りくださいませ。